はいどうもポッカメです。あそこになんか見るからにヤバそうな巨大なアブがいますね。果たしてあれに喧嘩を打っても大丈夫なんでしょうか。そっと近づいてみます。うわごつ、胸の筋肉やばいですね。そしてお尻には謎の白い毛の束があります。お尻は可愛い。さあこのアブ多分見たことある人も多いと思います。このアブは塩ヤーブというアブです。塩ヤーブ、この白い毛が塩に見えたんですかね。あそこにもいるけど、あれあの塩や塩売ってないぞ。お尻に白い毛がありません。実はあの白い毛があるのはオスだけです。こっちはメスっていうことですね。せっかくなんでオスを捕まえてみました。でかい。体長が最大30ミリ近くになる大型のアブです。塩ヤーブを含む虫引きアブの仲間は飛んでいる獲物を捕まえて体液を吸ってしまう肉食性の昆虫です。以前サキグロムシヒキという虫引きアブも紹介しました。サキグロムシヒキも体長25ミリくらいはあって十分大きいアブでしたが、こっちはそれよりもさらに一回りも二回りも大きくて大迫力です。しかもこの塩ヤーブ、とにかくどこにでもいて個体数も多いです。分布は北海道から九州とされることがありますが、沖縄にいるっていう情報もあります。特に河原とか公園とかに行かなくても道端の草や木なんかに泊まって獲物を探している姿もよく見ますね。多分皆さんも道歩いててこの大きなアブを見つけてびっくりしたことあるんじゃないでしょうか。さっきも言ったように虫引きアブは肉食性の昆虫です。中でもこの塩ヤーブは自分よりもはるかに大きいトンボやあの恐ろしいスズメバチですら捕まえてしまうこともあるという日本では昆虫界最強クラスのハンターです。まあ基本的にはコガネムシなんかを好んで捕食しているようです。まあさすがにオニヤンマとかオオスズメバチとかに怠慢で勝てるとは思わないけど、虫引きアブの仲間は飛んでる昆虫に猛スピードで奇襲を仕掛けて捕まえてしまうので、どんなに強い昆虫でも気づいた時にはもう遅いんでしょうね。いや恐ろしいですね。なんかブチギレて今にもこっちに襲いかかってきそうな、そんな風に見えてきました。見てこの口、怖っ。動く獲物に的確に狙いを定めているこの複眼も高度に発達していることでしょうね。足も太っ。真ん中と先の方だけオレンジ色になってますね。これに捕まったら逃げられなさそう。体には黄色っぽいふさふさした毛が生えてます。成虫が見られるのは秋までで、幼虫が越冬するようです。卵は葉っぱの裏なんかに産みつけられますが、幼虫は地面に落ちてやはり地中で他の昆虫を食べて生活します。幼虫も成虫も肉食なんですね。高速で飛ぶための羽を動かす筋肉、そしてターゲットを捕捉する発達した複眼、獲物をがっちりと挟んで離さない腕、まさに最強クラスのハンターというにふさわしい姿ですね。いやかっこいい。そして絶対に狙われたくないねこいつには。まあ吸血してくる種類のアブとは違って人間を積極的に攻撃するようなことはないと思います。よく見るとモフモフしてて可愛いところもあるんで、ぜひ観察してみてください。というわけで今回は肉食性のアブ、塩ヤーブを観察しました。日本の昆虫では最強レベルのハンター、実はこんな身近にいたんですね。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。